はいはい、どうもこんにちは。松尾修造のこれ知ってます。そういうことになりましてね。はい、散髪したか。はい、実はようやく散髪しましてね。どうですか、誰も聞いてない、興味ないということで、今日はですね、松尾修造のこれ知ってます。そうなんですけどね、12月、毎年12月の25日、ちょうど世間はクリスマスなんですけどね、12月の25日に平岡神社、大阪市の東大阪市にありますですね、平岡神社さんということで、ね、お笑い神事という、まあ、神様の、まあ、本当 ね、クリスマスの真逆ですけどね、お笑い神事という神事事がありまして、イベントがあるんですね。でちょうどなぜそれを私言ったかと言いますと、このお家の方でこの笑運って言ってね、笑って開けるというこういうような封筒を作らせてもらって知ったんですけど、お笑い神事という、あれですね、要は朝の10時から皆さんで笑うというあの神さんが神事なんで、イベント言ったらあれですけど、あれなんですね、わはははははとこう何分間もわははははとみんな笑うという非常に面白い、楽しい、神事がございまして、ね、この平岡神社さんのお笑い神事、今年も あるそうでございますので、よかったら、12月25日、世間クリスマスですけど、朝10時からしてますんでね、10時からお笑い新人の、あはははは、笑ってからクリスマスイベント行くのもいいかと思いますんでね、覚えておいてください。東大阪市の平岡神社さんのお笑い新人でございました。どうもありがとうございます。